移動したね。飛んだわ。すごいわこれ。どうですか。グランド。そうですね、これがあの側溝なんですけど、ここに養生してブルーシートに養生しているんですが、はいはいはい、あのグランドの外枠でも見られます。周りで。めっちゃ見やすい。めっちゃ見やすいなこれ。じゃ今いる2階がトイレ関係、あと授乳室とかこのあたりが出てる。ピッチと一緒ですか。ピッチと同じみたいです。スタジアム浜は。やっぱ全員がどこからでもピッチをしっかり見えるっていう設計ですね。めちゃめちゃ見やすいじゃん。めっちゃいいっすね。すげーな。これの上も、その上がカメラマン。おお。上がれるようになるんですけど、今ちょっとまだ屋根の上に乗れるようになります。バッチリ収められてるから。完成したらもう立ち会えないからね。こういうできていくところを選手を見ながら、ファンの皆さんと共有しながらできるっていうのが素晴らしいです。まあ、スタジアムで、海ポチャスタジアムがあるんですよ。北九でしょ？北九州。ミックスタでしょ？うん。ここは手際はなんと、川ポチャがある。川ポチャ！はい、新名物です。あそこ川？はい。川ポチャ第1号誰だろうね。はい、僕わざとシュート上に打ちますわ。どうですか、キャプテン。いや、すごいです。それしかない。感動してます、これだけでも。楽って。いやいや、そういう、まだ早いから。そういう絵は早いけど、すごい、ちょっと感動してるわ。これ、あれですか、水はけの。あ、そうです。メトロン管って言って、管にこう穴がたくさん開いてるんですけど、それが埋め込まれてる。それが、それでこう流れて、流れていくっていう。あ、これ水はけいいわ。わからないよ。綿引選手、これ化石かもしれないです。え？なんの？ちょっと大きくないですか、これサイズ的に。
ありがとうございました。の完成に向けて我々も頑張りますので、引き続き、応援してます。これからもよろしくお願いします。どうでしたか、スタジアム見学して。いや素晴らしかったです。もう早くあそこでやりたいなって思ったし、もうやるために僕らは頑張んなきゃいけないなって思いましたね。いやもう本当にこの暑い中の人たちが皆さん頑張ってくれてるんで、僕らも暑いわけで頑張ってくださいと思います。でこの上が ENG カメラスペースになる予定ですね。これこの上カメラとか撮影するような場所になるかな。 ENG って何の略なんですか。あの、遅い、レスポンス遅い。 ENG は長いですね、はい、長いの ENG です。長いカメラスペースみたいな、長いね、ちょっと。あざーす。設計長、はい、どこですか今これは、はい、どこになるんですか。ここは確か、ちょっと待ってくださいね。あいつ準備しろって言ったのにな、資料設計図なんですけど、ただ単に逃げました。でたまたまですかこれ。たまたまです。幼少期どんな人ですか。そんなあまり持ってこんですごいな、これマジあのオフショットだわ完全。オフショット。俺はなんかすごいっすね、まさかの。クラさんのどこに当たるタイプ。すいません、ありがとうございました。頑張ってください。お願いします。